Thank you very much for introducing about me. So today I would like to talk about teaching Singaporean performance arts students. No, I teach a no theater, basically a principal movement for the students of LaSalle College of the Arts student from 2009. My class is from Tuesday to Friday, 4 days a week. 3 p.m. to 6 p.m., 3 hours a day. Level 1 students. So, numbers of the average 12, 30, a little bit the big class for me. And there is a presentation in last class day. So, my English will be bad, so can I talk in Japanese? So Dr. Lim Benchu-sensei translate my script for English. So I just have one note about my, actually it's not really a translation, I just rewrote what I understood from Kage-san's Japanese Genko. So there's so many no senpai and sensei tachi irasharu node, please, you know, after the presentation, please just like say, okay, you know, that one particular slide has the wrong English word. I think it's critical to sort of like see another perspective, because we have Diego's perspective, we have Hiroko-san's perspective, and now I think it's very, very interesting to hear one more perspective about how to transmit knowledge or know. So, thank you. Okay. Oh, sorry. Start the first section. 毎年のことでありますけれども、初日に生徒たちと対面するのはとても緊張します。今年は何人ぐらいの生徒がいるんだろう。男の子は何人かな、女の子は何人かなといろいろ考えてしまいます。日本人である私は英語の不安も拭いきれないので、言葉が通じるかということも未だに不安材料の一つです。しかし生徒たちは毎年温かく私をクラスに受け入れてくれています。それは日本人である私が着物と袴をつけて挨拶を始めるということも大きな要因の一つではないでしょうか。着物を着ていれば日本人であるということを言葉で説明しなくても理解してもらえるし、すぐにあ、先生だなとも分かってもらえます。日本でも海外でも共通していることは、伝統芸能に携わる人は大体年を取った男性か風格の出来上がって少し近寄りがたい人物を想像されてしまいます。ですから女性である、そしてまあ若く見られる私が登場すると驚かれることが多々あるのも事実です。日本人女性は少なくとも実年齢よりも若く見られるという特権があります。生徒たちと近い年齢であることで親近感も湧き、授業も進みやすくなっています。最近は日本文化に興味を持ってくれるシンガポール人も多くいるので、必ずと言っていいほどクラスの中には挨拶程度の日本語を話せる生徒もおり、それも親近感が湧く一つの原因ではないでしょうか。さて授業の初日は私の簡単な自己紹介と能楽の説明をしてから始めます。簡単な自己紹介と説明は英語なのでもうすぐ終わりにして、足袋を、配布して足袋を履いてもらうことからスタートを始めます。いつも驚くのは、足袋を配布された生徒から履き方を教えなくても足袋を履き始めることです。私は小ハゼの取り扱い方についてちょっと説明したいなと思うんですけれども、そんなことはお構いなくどんどん足袋を履いていきます。生徒全員が足袋を履き終えて、次は構えとすり足を早速教えてみます。腰を落とし膝を少し曲げて、両腕は肘を張ってみようと、実際に私も前に並んで真似をしてもらいます。私の教室には全身が映る鏡、姿見を8つほど用意してもらっています。それを正面に並べて
鏡を見ながら私の姿や動きを生徒が逐一チェックできるように工夫しています。この構えとすり足は毎年教える時間が変わります。30分1時間程度でできる年もあれば3時間かかってしまう年もあります。生徒全員に同じように1人ずつチェックを入れながら指導していきますが、微妙なところで個性が出てきてしまい、基本中の基本の段階から1人ずつ、あ、この子にはこうした方がいいな、あの子にはこうやって教えようと指導法を私自身も考え始めます。演劇学校の生徒たち、最近ではダンス専攻の生徒も含まれているんですが、比較的筋がよく繊細な感覚を持ち合わせている生徒も多くいますので、能楽の独特の動きを真剣に学び、興味津々で積極的に学習しようという気持ちの生徒ばかりですので、指導がとてもしやすいです。構えとすり足の指導が順調に進んだら、次は早速姉妹の指導に入ります。2日目からは少し緊張も解け、クラス全体の雰囲気も和んできます。もう一つ私が大切にしていることは、クラスの始まりと終わりの挨拶です。ホワイトボードに始まりの挨拶であるよろしくお願いしますをローマ字で書いて発音してあげて、そして実際に正座をして扇を前に置いて手をついて挨拶することを教えます。また終わりの挨拶のありがとうございましたも書いて同じように指導します。柔道や空手は世界各地で人気の高い習い事でありますが、能楽と同様に挨拶をすることも礼儀作法の一つとされています。日本の武士道である礼に始まり礼で終わるです。最初はこの挨拶も日本語だし、手をついて挨拶をすること自体がシンガポール人の生徒にとってどのような印象を与えるのか少し不安もありましたが、3日目からは私が授業開始の時間に着物を着て正座をして座って待っていると、生徒の誰かしらがみんなに先生が待っているよ、扇を持って挨拶しようよと声掛けをします。授業も最終週になれば私より先に正座をして授業の始まりを待つ生徒も現れます。私が時々授業に夢中になりすぎてクラスの終わる時間も忘れ、指導していると授業終わりにしてよというので、じゃあまた明日ねと私が言うと、先生挨拶しないのと言われてしまうこともあります。たった3週間のクラスですが、習慣というのは怖いもので、挨拶が生徒にとって当たり前になり、挨拶をしないとクラスを始めることも終わることもできない、精神的にも大事な挨拶なのだと理解するようになります。2016年度はレベル2の生徒を去年に引き続き指導しました。 Basically, I teach the only level 1 students, but this year, especially year, I teach a level 2 student too. So, level 2 student booking the another class. So, some students come to my class late, some students go. So, and but, every time,きちんと授業中であっても私の前に来て挨拶をしてくれます。私たち能楽師にとって当たり前の挨拶ですが、授業の一環で習っているシンガポールの生徒たちがこのように当たり前に挨拶する習慣を受け入れて理解してくれることは私にとっても嬉しい発見であり体験であります。ただ脳の動きだけを授業ですることが学校側からのリクエストですが、同時に日本の文化の挨拶をする、それも座ってお辞儀をするという丁寧な挨拶の仕方などを指導して、生徒も日本文化を受け入れて勉強してくれます。1日3時間だけ日本文化に浸りながらクラスは進んでいきますが、これもいいのではないでしょうか。すり足と構えがやっと形になってきたら、次は実際に姉妹を教え始めますが、まずはウォーミングアップとして、肩も短く、腰
言葉も簡単な現状の切りからお稽古をスタートします。獅子には文殊よ、目猿らんとして歌いを何回かオウム返しで歌って教えます。生徒たちはとても簡単なセンテンスなのですぐ覚えてくれます。扇を広げ構えをして、しての一句を歌い立って、そして拍子を踏みます。一番最初に教えるこの獅子には文殊や目猿らんのして歌いはよほど印象が強いのか、次の年に例えば学校の廊下などで会ったりしてクラスの思い出を尋ねると、獅子にはと歌いを歌ってくれます。残念ながら2曲目からの歌いはあまり覚えていません。姉妹の方や道順、簡単な能楽の説明などは英語ですが、プレゼンテーションも含めて姉妹は全て日本語、つまり歌いは日本語のままであるので、生徒にもしての一句は丸暗記で覚えてもらわなければなりません。して歌いと地歌いの掛け合いなど歌いの文句が多い姉妹はなるべく選ばないように工夫をしています。生徒には日本語の負担のないように、なるべくして歌いが一句の姉妹をプレゼンテーションの曲として選び教えています。して歌いはその都度ホワイトボードにローマ字で書き、生徒もノートに書き写したりして覚えています。さて、歌いが歌えたら次は扇の広げ方です。扇を平行に持ち、親指を使って広げます。初めて手にする扇を器用に扱う生徒もいれば、なかなかうまく広げられなくて困っている生徒もいます。しかし、できる生徒は率先してできない生徒に広げ方を教えてあげています。型の説明で難しいと感じるのは、打ち込みやかざし扇、羽扇などです。この、打ち込みやかざし扇は Just only Kanzu school I think Another school that different have a name Sorry, I use a just Kanzu school word。 そして英語説明に加え、実際に見せながらやってみますが、最終的には Like thisの一言でしか説明してない自分がいることに気づき、苦笑してしまうこともあります。A little bit difficult to how to bring the fun and the so da 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 so I can I confuse the to explain so just I say like this it's easy 。このように実技指導は like this 終わるのでとても簡単です。能舞台で動く際は足数が細かく決まっているのも大きな特徴の一つではないでしょうか。左足から3足前に出て3足目をかけて隅に行くの説明も、3足目の左足をかけた後にねじるという作用も働くので、その説明もしなくてはいけません。そして隅に着いたら左足で止まりますが、止まるときは両足揃えて止まるように指示をします。For example, start the left foot and three steps go straight and continue left foot is put and go to the sumi the corner and arrive the corner please stop left foot but together and pivot watch the front and make a pause little bit long 姉妹の方は何曲か待ってみるとパターンがあることに気づきます。パターンを教える前では大変なこともありますが、パターンさえ習得してしまえば意外に型の組み合わせで姉妹の道順を覚えることができます。隅や大正前、上座などの舞台上の姉妹でよく使う位置は日本語のままで覚えてもらいます。I explain first, sumi is a, I say, corner, daishomai, the original position. And joza is just a joza. And sometimes Chinese, Singaporean say joza, no, just a pronunciation that's similar, but joza. また、型の名前も差し込み is a go straight, and hands up, right hand, hands up.And 開き the three steps go back and open
and 打ち込み the dropping the water, like I'm dropping the water, and 左右 and left side, right side なども非常によく出てくるので、これも日本語で覚えてもらいます。英語と、日本語のこのような専門用語の組み合わせをうまく英語で説明するときと日本語で説明覚えてもらうことをうまく使い分けて授業を行っています。授業の中で意識的に指導していることの一つに間があります。例えば型で言うと墨取りの間であったり、差し込みをして開くをする際の一つの型を終えて次の 型に移るタイミングみたいな感覚的な言葉で説明できない間です。 First I say just a make a pause like、間心の中で間を意識してうんと間を取りますが、何回も稽古したり数多くの姉妹を稽古していく中で身につけていくものです。私たち能楽師も間は稽古の中で自然と身につけていきます。自分自身の歌いや姉妹の稽古はもちろん、お囃子のお稽古でもこの間は勉強することができます。頭で考えて的確にリズムをとって計算するものではありません。ですからなかなか理論的に説明はできませんが、舞台立つ上で間を取るということはとても重要な部分を占めていることは間違いないでしょう。例えば能を舞っている時に自分が間を外したり、誰かが間を取れないでいると何とも言えない気持ち悪さを感じます。これは体験しないとわからないので、生徒にも毎日繰り返しの稽古で間の取り方を感じてもらっています。初版目ものから霧のものまでの姉妹の稽古をしますが、それぞれの姉妹の速さや動きの中から間の違いを感じ取ってもらうのは、初めは生徒にとっては大変な作業となりますが、日々稽古を積むことで自然と間を意識せずに体で感じることができるようになります。さて5番立ての5つの大まかな姉妹の稽古を終えると、次は中の舞、囃子のみで演じられる舞ですが、これを笛の唱歌を聞いて舞うことをの指導に移ります。この中の舞の稽古も間の稽古につながってきます。実は最初の 3,4 年は姉妹のみの指導でありましたが、ある時期からもう一歩進んだ脳の動きの稽古に挑戦しようと思い切って中の舞を教えることにしました。まずは笛の唱歌を聞くことに慣れさせ、同時に道順を教えていきます。おひゃらいほうほうひとポイントとなる唱歌を何回も歌って聞かせて覚えてもらいます。最初は意味もわからず稽古を始めますが、だんだんと生涯に耳が流れてくると興味深く必死に道順も覚えようと努力をしてくれます。中の舞を教えると同時に序八九の説明を通して間をさらに意識させるように心がけています。私は残念ながら研究者ではないので理論の説明はうまくできませんが、姉妹や中の舞の稽古を通して体で徐々に習得してもらえれば嬉しいと思っています。ここ数年の私の授業でのテーマの間でありますが、本当に生徒に理解してもらうまでにはある程度の稽古の時間、ある程度の時間稽古が必須であります。稽古当初は日本人でもなかなか間をつかむことが難しいことをシンガポールの生徒にどのくらい理解して体験してもらえるか疑問でありましたが、稽古をすればするほど、授業で共に時間を過ごせば過ごすほど間を体で覚えて感覚を安になってくれるのだと実感しています。授業も2週間目を迎えると、いよいよプレゼンテーションの曲を決めなければなりません。生徒は一通り初版目ものから霧のものまでの姉妹の稽古を終え、中の舞の方と生涯にも慣れてきた頃です。その年の生徒の人数にもよりますが、私がプログラムを考え実際どの曲を舞うかというのは生徒自身で決めてもらうことにしています。
私が決めてしまうと、何かプレゼンテーションで失敗したり、思いがけないことが起きた場合に、責任を生徒自身で負わないことが出てきてしまうからです。能を舞うとき、何か舞台上で起こったことは、して個人の失敗ですけれども、してがすべて責任を持つべきだと私は考えています。舞台上では自分自身しか信用できないし、一人ぼっちであると常に私は思っていますし感じています。ですから責任も自分一人で負えなければなりません。舞台に立つということがとても厳しいことであることをプレゼンテーションを通して知ってもらえればと思っています。プレゼンテーションでは基本的にこのように生徒一人が姉妹一曲を舞うことが決まりです。中の舞もプレゼンテーションで発表してもらっています。舞囃子形式で中の舞部分は係と初段、2段と3段と2つのセクションに分け、これは曖昧のように2人1組で舞ってもらうことにしています。プログラム作成の時は5番立ての組み合わせでプログラムを作成しますが、姉妹やこの舞囃子の前に実は高砂の町謡をイントロダクションとして生徒全員で歌う試みも4年ほど前から始めてみました、なぜこれを始めたかというと、実は One of the girl、broken the legs So she couldn't、perform at the presentation But the presentation is an exam So she 、do the somethingSo, okay, you try to sing. So, Takasago Machutai, so, not so long. So, please, memorize. Everybody, the movement memorize, you memorize singing. So, start. So, she, sing a song very well. Okay, next year, all students try to sing it. 最初の年は、日本語だし節もある歌いをどの程度生徒が暗記できるのか分かりませんでしたが、覚えてプレゼンテーションで歌うんだよと言うと何回も自分たちで稽古して覚えてくれます。集中して暗記するのか、あまり歌いを苦にすることもなく暗記してくれることを発見し、私も指導する立場として驚くこともしばしばあります。能を舞うことは歌いや型はもちろん、囃子など舞台に関係することすべてを勉強して覚えなければ舞台に立つことができません。生徒に覚えるという作業をさせなければならないのは、ラサールで教えることになった当初は少々かわいそうかなと勝手に思ったりしていたんですが、生徒は私が思っている以上に興味深く一生懸命授業に取り組んでくれていますし、覚える作業も楽しんで取り組んでくれているようであります。時々 I say just do it プレゼンテーションでは能舞台で舞う時と同じように所作事をしなければなりませんが、舞台の入り方、出方、あとは扇の取り扱い方、扇の持ち方や置き方とか、実際、姉妹を舞う前に取るこういう作業、所作も指導しています。結構決まり事の多い能楽の世界なんだなと私も再認識させられます能舞台上では全てがお客様に見えているので、礼儀正しくきちっとしなきゃ、知っていかなければなりません。同じグループで姉妹を舞うときは、誰かが待っている間は渋滞座に正座して待っていなければなりません。正座に慣れてない生徒にとっては5分以上の正座は足が痛くなってしまい苦痛である様子であります。だからプレゼンテーションの数日前から正座の練習をする生徒も現れます足がしびれた時には慌てずに、時間がかかってもいいから足の感覚を戻してとアドバイスをすることは忘れないように心がけています。また前林のグループも正座して舞台の脇正面や上座付近で待機していなければなりません。扇の取るタイミングやセクションでの交代のタイミングなども細かい指導をして、お客様から不自然に思われないようにと心がけています。プレゼンテーション当日は
これまで3週間の稽古の成果を生徒みんなが発表してくれます。能舞台で舞う時の緊張はプロである能楽師から能趣味で習われている素人の生徒さんまでも、そしてラサールの生徒も皆同様の緊張感であると私は思っています。そして皆同様に体験します。私もシテを舞う時はなんでシテを舞うなんて言ってしまったんだろうとか、おまくって言いたくないななどと今回のことばかり思いついてしまいます。おまくっていうのはシテが幕から出るときにシテ自身が必ず掛け声をかけなければいけません。このおまくと言わない限り幕が開きません。プレゼンテーションでは生徒ばかりでなく私ももちろん緊張します。これまでの私の指導は十分だったんだろうか、生徒にとって私の指導は適切であったのだろうか、楽しんでプレゼンテーションで待ってくれるのだろうか、考えればキリがありませんが、最後は無事に前終わってくれることを祈ります。とても贅沢で壮大なことだと思いますが、すべてのクラスを終えたときに生徒一人一人が楽しかった、能って楽しいんだ、つまらないものではないんだなって思ってくれることが私の最大の目標です。嫌なことがあって、例えば正座して足がしびれてこけて骨折してしまうなどとですがそんなことがあってしまったら私の責任です。ラサールで教え始めたときはまずこの1回目を大事にして、次の年2回目があればラッキーだなと軽い気持ちでいました。1年、2年、そして3年、次は5年目を目指し、今現在では10年は続けて指導してみたいと思っています。ありがたいことに今年で8年目を迎えこのように続けさせていただけたことに本当に感謝をしています。やっと自分の中でも授業の内容や生徒のレベルを冷静に判断してクラスのプログラムを作ることができるようになりました。生徒は本当に私の課題を毎回上手にこなしてくれます。少しハードルが高いかなと思っても、初めからできるかわからないし、やってみてダメならそれでいいじゃないか、まずはと思ってトライをしてくれます。日本人、私もですが、の場合は性格上とてもシャイですので、失敗するのを恐れてしまう傾向が強く、挑戦をすること自体に相当の時間を費やしてしまうこともしばしばあります。だから失敗をあまり恐れないで挑戦してくれるシンガポール人の学生には時々その勇気に驚かされてしまいますし、私も何か新しいことをチャレンジするときはこのような姿勢を見習うべきではないかなと思います。またもちろんできないこともしばしば出てきますが、この指導法がダメならあっちの指導法はどうかなと、違う指導方法を私自身が考える私の教師の立場としてのチャンスにもなるので、とても刺激的で勉強させてくれる貴重の場となっていることは間違いありません。3週間の授業は毎回あっという間で、こんなにも集中できることがあることも嬉しい発見の一つです。授業の始めは生徒同様に私も期待と不安の中で授業を始めますが、毎日の楽しく刺激的な授業のおかげで不安に思っている暇などなくどんどん日が経ってしまいます。もう一つ目標が私にはありますが、こんなにも素晴らしくいつもいいプレゼンテーションを待ってくれる生徒に、本当の能舞台あるいは大きな劇場に能舞台を作ってもらって、本物の林の人たちや4人の重体の人を呼んで着物と袴をつけて舞ってもらい、学校の関係者はもちろん多くのゲストに見てもらうことが私の今の目標です。何もわからない真っ白な状態から3週間でこんなにもよく舞ってくれる生徒は他を探してもどこにもいないでしょう。ラサールでのプレゼンテーションだけではとてももったいないと発表を見るたびに毎年つくづく思っています。最後に、これまで辛抱強く私の
少しストレンジイングリッシュと指導に耐えてくれた自慢のすべての生徒に感謝して私の発表を終わりたいと思います。 Thank you very much. So thanks to the excellent subtitles, I think everybody understood very well and the very clear Japanese too. So do we have any questions? Any language, 日本語でも聞いてもらいますけれども。Thank you very much, Tiffany. Is there no stage in Singapore? No. In Australia, huh? Is there? Yes. Well, Sydney. Sydney has it, but yes, it is now moving to Kaurra. Kaurra, But it was at Sydney. It was at Sydney University before that. It was for a short time. Yes. A couple other places. Yes. Yes. But now it's moving. Alan has in charge of all that. So you need to convince some Japanese organization to create the no stage in Singapore. Yeah, I'm trying. Maybe I could just like jump in and add a little bit about this situation in Singapore. We at the Department of Japanese Studies, we had a small tea room. In our old building, we just moved to this building, but we had a small tea room, which is the chashitsu, so it's a tatami room and everything. So because we moved over to this building, we have planned to convert that tea room, even though basically the structure is still for tea ceremony practice. We wanted to convert that space into some kind of, not exactly a no stage, but some kind of performance space for traditional theater, including no and Hyogen. This is Chikage-san and I have been talking about establishing a no club in this university for a long time, but I have no yuki dasenane. I don't have the courage to say, you know, how many people would like to come and join us for the no club. But so that's besides that. But I think that recently in Singapore, in the past, say I would say, you know, so Chikage-san has been teaching for 8 years, right? Yes. So then Shashi's institution, ITIS, yeah. So there's one institution in Singapore too. They also they do every 2 years, yeah. Kansai every other year. Every other year. Yeah. Every other year. I thought he comes every year. There is another Shitekata from Kansai school. I think they're coming every other year. No, he comes in January. 最近確認になりました。So it is every year. Yeah, so it is very clear that Singaporean performance art students have gaining more and more interest in learning no, and you know, so and the fact that it's a compulsory syllabus, right? Compulsory syllabus in LaSalle in order to get, if you want to get your BA, your bachelor degrees from LaSalle, you need to do this class. The right? theater. Yeah, the theater class. Therefore, what I'm trying to say is that in Singapore, there is this kind of interest. The interest is brewing, right? And say, on Saturday's lecture performance, too, the tickets sold out very quickly. So I think that maybe we will be able to build a small no stage for practice, like maybe in the next 5 years or so. That's that. And also another thing is definitely that in Singapore, Singapore itself is not just the fact that individual students are interested in no, but I think that was another important factor is that Singapore itself has become more and more opened to forms of performance. So I think we, in other words, the seed of performance is like starting to grow into a tree. So there's more receptions and Singaporeans in general are more receptive to different forms of performance genre. So then we have like schools that start, which is equivalent to like junior school, chugakko, right? That is a performance school, the SOTA. Some of you know the SOTA, right? You know, the something. Yeah. But anyway, there's a performance school there. So therefore, I think I'm cautiously optimistic about the future of traditional Japanese theater in Singapore. Right. Sorry to hijack. Okay.
Any quick questions? Yes, any quick questions, comments? When you teach, you said you start with kata and suriyashi, and that's a group, group class. Correct. How long do you do group? When do you switch to individual one-on-one lesson with this student? The first everybody together, the shimai, of course, together. So the decide the presentation song, I checked one by one. Mm-hmm. I just 3 or 4 days, one by one, the lesson. ちょっとほとんどはあのグループです。で、最初、最後の週ががワンバイワン。はい、yeah, but sometimes the group I make a 2 or 3 groups, the 4 or 5 people separate groups to do the same play. Yes, yes. So, そうすれば他のグループ、another group check the another student. Does everyone learn the utai? Yes. For those shimai as well too. Yes, utai just a takasago. Yeah. Oh, but so if one is doing, for example, genjo. Genjo is shishin, just a shishin ya monju ya mesaran, just one sentence. But then other people well, don't know that another utai. Sentence. I just singing. But you sing then yeah, the shimai. Shimai, yes, chorus me. But almost a shimai the first sentence shite utai, but second one the repeat same sentence. So I sometimes singing a repeat one, jutai chorus 部分. So seto student know the percent is same. So shishi ni wa monji wa mesararan, and my turn shishi ni wa together singing. No, 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 it's a chorus. You only percent is. But you don't then teach them that jutai ever? No. Or the yes, yes. So I was just wondering about the size of the class. What is the ideal size? Ideas? The but best it's way. It's Maybe 12, 13, max 15, I think. This is a, this is 18. This is big, huge. Hi, I'm teaching Japanese language in the US, so I'm totally amateur in North. But I found very interesting to hear about Ma, because I found myself very difficult to teach Ma in modern conversation as well. So if you could tell me how, if you have any tips to teach Ma well. Yes, thank you. I just say the make a pause. Pause is sometimes I go to the sumi ma is a I say everybody know is a ma. And sometimes I go to the go straight the right ma. The depends on the so I teach that every time the need a ma. So I say yes. So the yeah. Student start going. Yes, yes. First, when yes, but be quiet on the inside. That's lovely. Anyone? Good. No. So, thank you very much.